皆さんこんにちは、ブレイントレーナーのたくまです。今日は椅子に座ったまま細くなれるおすすめトレーニングを5つご紹介します。仕事、勉強、電車移動で長時間座るときにぜひお試しください。椅子に浅く腰掛けます。背筋を伸ばしてお腹に力を入れます。その状態で膝を持ち上げて下ろします。反対側の足を持ち上げて下ろして、持ち上げるときに股関節の付け根、腸腰筋を意識しながら持ち上げます。できるときは手をこのように頭の後ろに当てて、背筋がしっかりと伸びるようにします。持ち上げて下ろして、持ち上げて下ろして、拳を2つ膝の間に挟みます。その状態でグッグッと挟んでいきます。挟んで、内ももの筋肉が刺激されるようにグッと力を入れます。緩めて、挟んで、緩めて。もし手が痛いときは本や固めのクッションを挟んでも OK です。緩めて、挟んで、緩めて、挟んで、内ももが鍛えられて太ももの脂肪が燃えていきます。内ももに隙間ができるようにファイト。挟んで、緩めて。今度はふくらはぎを鍛えていきます。かかとをぐっと持ち上げて、今度はつま先をぐっと持ち上げて、テンポよく1分間繰り返していきます。かかとアップ、つま先アップ、かかとアップ、つま先アップ。足先の血行が良くなり、むくみも改善していきます。かかとアップ、つま先アップ、かかとアップ、つま先アップ、かかとアップ、つま先アップ、かかとアップ、つま先アップ。ふくらはぎやすねあたりの筋肉が伸びたり縮んだりするのをよく感じます。かかとアップ、つま先アップ、かかとアップ、つま先アップ、かかとアップ、つま先アップ、かかとアップ、つま先アップ。ふくらはぎをほぐしていきます。右足を持ち上げて、ふくらはぎを反対の膝に乗せます。膝に押し付けるようにしながらふくらはぎをほぐしていきます。痛いところがあれば息をふーっと吐き出しながら積極的にほぐしていきます。
では反対の足。O脚の人は外側が張りやすいので、そちらもよくほぐしてみてください。息を吐き出しながら続けていきます。背もたれにゆっくりともたれます。両手の甲をこのようにつけて、中指を中心とした3本をおへそに乗せます。そしておへそをリズミカルに押していきます。自分の体の状態に合わせて強さを調節してください。内臓の血行を促進して基礎代謝アップ、内臓脂肪を燃やしていきます。楽に息を吐き出しながら行っていくと、だんだん肩の力も抜けてリラックスできます。会議やテストの前に特におすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。ダイエットの成功の秘訣は習慣化することです。ぜひ毎日のお仕事や勉強などのルーティーンの前後に今日の運動を取り入れてみてください。イルチ TV ではこれからも心、体、脳が健康になる最新情報をお伝えしていきます。見逃さないためにもチャンネル登録、通知オンをお願いします。そしていいねでイルチ TV を応援してくださると嬉しいです。